ミスターふざけるな日本代表の矢上ライトは、デスノートで犯罪者を次々に葬り続けるうちに、インターネットにはライトくんのことを英雄視する者が現れ、キラと呼び崇拝するサイトが乱立されて、キラと検索するだけで、この手の崇拝サイトがたくさん出てきたことから、キラに感謝している人が大勢いると感じ、ライトくんは自分が正義なのだと実感し、すごくウキウキだったのですが、突如現れた、日常的に職質を受けてそうで受けてない世界一の名探偵、エルガ死刑囚のアオリンド・エル・テイラーを使い、全世界同時生中継と言いつつ関東のみに放送したテレビで、ライトくんにお前は悪だなどと煽り倒し、煽り耐性のないライトくんがそれに反応してノートを使ったことで、関東にいることがバレてしまい、二人の戦いが始まるとともに大きく進むことになり、すごく面白い物語が展開されるのですが、それはさておき本動画で注目したいのは、キラという名前が広まったことの不自然さについてです。当時のライトくんによる犯罪者裁きは、報道では相次ぐ変死としか言われておらず、報道でキラとは言われていないにもかかわらず、アオリンド・エル・テイラーが放送にて、俗に言うキラと、キラという名前が知れ渡っているかのような発言をしていたのですが、この理由はキラ崇拝サイトがたくさんあり、それが有名になるのに伴ってキラの名が広まったから、と考えるのが自然でしょう。しかし、本当にそうだろうか。これまでの状況を振り返ると、次の3つのポイントから、この時点におけるライトくんは、キラと呼ばれていなかったのではないかと思われます。一つ目は ICPO の会議。エルが全世界に協力を要請した ICPO の会議ですら、キラという単語が一切登場しておらず、キラのことは犯人、キラ事件のことはこの事件と呼ばれていたのが変なところ。この会議はテイラー登場の前日に行われたと、13巻に書かれているため、キラの名が有名だったのであれば、この時点でキラと言われていないのは違和感があります。二つ目はライトくんと友人との会話です。テイラー登場の少し前、時間にして数分から2時間前くらいと思われる、ライトくんと友人たちとの会話では、キラの話をしているのに、キラという単語が一切出てきません。同日にテイラーが、俗に言うキラと発言しているのですから、この時点でライトくんは広くキラと言われているはずなのに、会話に出てこないのは少し変ですよね。最後3つ目は、ライトくんがキラ崇拝サイトを見つけたタイミング。ライトくんは友人との会話の少し後にして、テイラー登場の直前にパソコンをいじり、そこで世界的にキラと呼ばれることに気がついたのですが、この時点でライトくんが世界中でキラと呼ばれていたなら、この日より前に崇拝サイトがちらほらあったはずで、犯罪者の情報を得るため、常日頃からネットを使っていたであろうライトくんなら、この日より前にサイトを発見していたことでしょう。こうした状況から、テイラー登場時点のライトくんは、俗にキラと呼ばれているようには思えません。これは一体どういうことなのだろうか。すべては偶然なのだろうか。テイラーが登場する直前、急にキラと呼ばれるようになったとでも言うのだろうか。ふざけていたのだろうか。考察していきたいと思います。テイラー登場時点のライトくんは、俗にキラと呼ばれていたようには思えないのに。なぜ、テイラーが、俗に言うキラと発言したのか。その理由は、エルがキラ崇拝サイトを大量に作り、放送の数時間ほど前に拡散したからではないだろうか。この考えからすれば、キラの名が有名でないのも当然で、先に挙げた3つの疑問点も解消できます。そうすると今度は、なぜ大量の崇拝サイトを作ったのか、なぜ放送の数時間前に拡散したのかの2つが疑問になると思いますので、それぞれ考えたいと思います。まずは、なぜ大量の崇拝サイトを作ったのかについて見ていきましょう。この理由については、リンド・エル・テイラーを殺してくれる確率を上げたかったのと、連続殺人犯の名前をキラと定着させる、二つの狙いがあったからだと考えられます。
ライト君は犯罪者なら誰でも裁くわけではなく、犯罪者であっても、客観的に見て悪と言えるものに絞って裁いてきたことが明らかになっているので。L から見たライト君は、イカれ狂った殺人鬼ではなく、一般的な倫理観を持った人間のように映っていたと考えて間違いありません。であれば、連続殺人犯は人殺しが罪であることくらい理解しており、心のどこかで自分が悪だと感じている部分があるかもと、L は考えていたはず。これを前提にすると、キラ崇拝サイトを大量に立ち上げたのは、心のどこかに罪悪感を抱えている連続殺人犯を、救世主扱いすることで、自分のしていることが悪ではなく、民衆に正義だと認めてもらえた。と思わせたところに、お前は悪だと煽って地雷を踏みに行き感情的にさせ、アオリンとエル・テイラーを殺してもらいやすくする、卑劣極まりない作戦だったのではないかと考えられます。エルは犯罪者を裁いていい世の中を作ろうとすることを、若者の考えそうなことと捉えており、若すぎれば、殺しの力を怖くて使えないか、周りの嫌な奴を殺すだけ。大人すぎれば自分のために使うことから。連続殺人犯の正体は、小学校の高学年から高校生くらいの若造と呼んでおり、まだメンタルが不安定な年頃ですから、テイラー殺害前から、連続殺人犯の煽り体制はなさそうとは思っていたはずで。キラ崇拝サイトがなくても、お前は悪だはかなり効きそうなのに。さらに周到な仕掛けをするあたりはさすがエルですね。また、キラ崇拝サイトを作ることで、放送が罠だとバレにくくする効果も考えていたかもしれません。テイラーの放送は各地区に順番に流す予定であり、万が一連続殺人犯が掲示板サイトか何かでそれを知ってしまったら、粉バナナと気がつき、身代わりんとエル・テイラー作戦が台無しになる恐れがあります。しかし、自分のことを悪かもと思ってる奴なら、キラ様に救われたとか書いてあるサイトを見たら目が離せず、掲示板サイトなどを見ないでいてくれる可能性を高めることができ、罠だとバレる危険を多少減らすことが可能。また、連続殺人犯関連の情報を崇拝サイトで埋め尽くし、掲示板サイトなどにたどり着きにくくしようとしていた可能性も、なきにしもあらずです。崇拝サイトを大量に作ることで、連続殺人犯の名前をキラだと定着させるのも、L の狙いだったと思われます。連続殺人犯にキラという名前が付けられたら、大体の人間は殺人者を意味するキラーを連想するため、暗にマイナスイメージを植え付けて、世間にキラは人殺しであるという印象を与えたかったのではないでしょうか。もし連続殺人犯の名前を、メシアなど救世主を連想するような名前にし、それが世間に定着してしまった場合、連続殺人犯が正義であるかのような風潮になって、捕まえようとするのは悪だと感じる人が現れる恐れがあり、そのうちに、連続殺人犯の肯定派などによる暴動や、連続殺人犯に敵対する行為の妨害などが起こりかねません。実際、作中にて副大統領のモブ、身勝手のサイラスがふざけてキラを認めたことをきっかけに、キラが正義であるような風潮ができて、暴動が発生しています。エルは最初からこうなることを懸念し、いち早く連続殺人犯がキラだと定着させるべく、崇拝サイトを作り、テイラーに、俗に言うキラと発言させたのではないでしょうか。これは先に挙げた、連続殺人犯を救世主扱いすることでおだてた後、お前は悪だと現実を突きつけ、天国から地獄に叩き落とす作戦と相反するようですが、崇拝サイトは連続殺人犯からしたら、多少名前が気に食わなくても、十分興味を持ってもらえる内容ゆえ、アオリンとエル・テイラー作戦に支障はないとみて、世間に名前が定着した後のことなど総合的に考え、こうしたのだと思います。ライト君が崇拝サイトの存在に気がついたタイミングは、テイラー登場の直前であり、この時に、
僕はもう世界的にキラと呼ばれていると言っていますが、世界的に言われているほど有名なら、この日以前から、崇拝サイトでキラと呼ばれていたはずであり、もともとネットをよく見ていたであろうライト君なら、この日以前に崇拝サイトの存在に気がついていたでしょう。とすると、テイラー登場の数時間前くらいに、崇拝サイトを乱立させたものと思われます。なぜ、このタイミングにしたのかについてですが、テイラー登場の何日も前に乱立してしまうと、どこかのメディアが勝手にキラに関する番組を作ってしまう可能性があるからでしょう。もし、テイラー登場以前に、ネットで話題、犯罪者を葬るキラは正義か悪か、真面目かふざけてるかみたいな討論番組で、出演者がキラは悪だと抜かし、万一キラがそいつを裁き、しまった感情的になりすぎたなどと反省でもしようものなら、後にアオリンとエルテイラーしたところで殺してくれるとは思えず、いろいろ面倒なことになってしまいます。しかし崇拝サイト大公開が、テイラー登場の数時間前なら、さすがに番組を作る時間はありません。デスノート屈指の名言、ジェバンニが一晩でやってくれましたでおなじみの、ジェバンニすら間に合わないでしょう。このため、誰にも邪魔されることなく作戦を進められるのです。エルの策はオトリンドエルテイラー作戦だけではなかったとは思いますが、それでも殺してくれれば、どこの地区に潜伏しているかがわかりますし、煽ったら殺してきたということは、これまでおそらく煽り体制はないだろうという予想が確信に変わるため、そこからさらにキラを煽って尻尾をつかむきっかけを得るチャンスであり、実際、作中ではアオリンとエルテイラー作戦で関東まで絞った後、エルはわざわざ関東にいると特定したことをばらし、ここまで自分の思惑通り行くとは思わなかった。つまり、お前思ったよりバカだなとさらに煽り倒したこともあって、煽り体制のないライト君はエルを倒すため、リスクの大きな行動を取り始めるようになり、手がかりを残してくれやすくなったので、それが失敗したとしたら、捜査は難航していたことでしょう。ということで今回は以上。これまでの話はあくまでも考察ではあるのですが、連続殺人犯を救世主扱いしている人が、殺し屋のキラーを連想させる、キラなんて名前をつけるのは少し考えにくいので、エルが崇拝サイトを作った確率は、かなり高いのではないかなと思います。ご視聴ありがとうございました。